ニューヨークセントラル鉄道 S クラス蒸気機関車はニューヨークセントラル鉄道の蒸気機関車。ナイアガラの愛称で知られる。蒸気機関車の技術が成熟した時期に製造された。外観はユニオンパシフィック鉄道のフェフに似ているが、相違点もある。車輪配置は4から8から4で、牽引力は 61570LBF だった。特徴はイギリス流の走行中に水を汲み、 テンダーに給水するシステムと車両限界である。ユニオンパシフィック鉄道のフェフが 4928mm に対し、この機関車は 4616mm である。NIC は車両限界が他の鉄道よりも小さかったためドームレスにして可能な限りボイラーを太くした。ベイカーベン装置とロッドはコロ軸受けを使い、ロッドのなどのレシプロ部に 軽合金や特殊項を使うなどの軽量化を図り、片側 703kg に抑えることができた。最高馬力は6700馬力を出し、ドローバー出力4850馬力を出した。1945年から1946年の間に S-1R 型1両、S-1B 型25両、 S-2R 型1両の27両が生産された。しかし、50年代に差し掛かると、ニューヨークセントラル鉄道の業績が悪化し、運行コストがかかる蒸気機関車から、ディーゼル機関車への置き換えが急ピッチで行われた結果、製造からわずか5年で全機が廃車になった。保存機は存在しない。ありがとうございます。